交友関係が広いことで知られているテテ。友達がたくさんいるため、キムスチミョンウィニョンというあだ名まであります。このあだ名は、テテの本名をキムテヒョンのキムに、スチミョンウィニョン、通り過ぎれば、縁を合わせた造語です。キムが通り過ぎれば縁ができるだなんて素敵な言葉ですね。誰とでもすぐに打ち解けて友達になれるのはもちろんいいことですが、大好きな推しの異性に関する情報がモヤモヤするものです。今回は過去に愛した女性とのエピソードや、テテ自ら連絡先を交換した女性など、テテの気になる女性関係についてまとめました。テテが南 BTS99 で過去に愛した女性を告白。 BTS の人気バラエティ番組ラン BTS で、なんとテテが過去に愛した女性について暴露する場面が。テテの突拍子もない発言に番組を見ていたアーミーも驚きを隠せません。2020年4月7日に公開されたラン BTS 2020EP99、 この回ではフローリストの先生に教わりながら、BTS のメンバーがフラワーアレンジメントに挑戦します。和やかな雰囲気で番組は進み、テテが先生に何年間花を触っていらっしゃるんですか?と問いかけました。先生は5年くらいが経ちましたと答え、メンバーたちが長くされているんだなどと、賑やかに会話を交わしていると、テテが突然流れるように話し始めます。僕が一人の女性をすごく愛していたんだけど、その女性が旅に出るとき、私は花が大好きと言って旅立ってしまった。その時のことが思い浮かびます。テテの告白に、他のメンバーと先生の頭の中はハテナでいっぱいです。思わず、先生が僕の話をされているんですか?とテテに聞くと、違いますと即座に否定します。そんなテテを見て、J-HOPE は、じゃあ何の話なんだ?ととても驚いている様子。きっと、世界中のアーミーが、J-HOPE と同じ気持ちになったことでしょう。シュガは、テテがドラマを自分で作ったんだよ、と、テテのとんでもない発言をフォローします。そうです。愛した女性のエピソードは、テテの作り話というオチ。驚いたと同時に、もっと胸をなで下ろしたアーミーも多いはず。テテの嘘にまんまと騙されちゃいましたね。愛した女性という言葉にはびっくりしましたが、こんなエピソードをとっさに思いつくテテの詩的な感性が素敵だなと思いました。テテがマネージャー通して自ら連絡先交換した女性は、マネージャーを通してテテ自ら連絡先を交換した女性の正体は、韓国の人気歌手ソン・スンヨンさんです。2020年1月29日に放送された韓国のトーク番組ラジオスターで、ソン・スンヨンがテテとのエピソードを明かしました。かねてよりソン・スンヨンのファンだったテテは、マネージャーを通してソン・スンヨン本人にファンだということを伝えてもらったそうです。その後、マネージャーと一緒に彼女の楽屋を訪問したテテ。ソン・スンヨンと BTS のマネージャーがもともと知り合いだったということもあり、こうやってスムーズに顔を合わせる機会を設けることができたのですね。そしてテテの申し出によって2人は連絡先の交換をしたそうです。ソン・スンヨンは彼のコミュニケーション力に驚いたと話していました。年齢性別を問わず、芸能界にも友達がたくさんいるテテらしいエピソードです。過去にはテテがソン・スンヨンについて発信したこともあります。2015年12月25日、テテは公式ツイッターでソン・スンヨンに関する内容を投稿していました。テヒョン音楽、メリークリスマス、いつも一月に一度は必ず見る映像、一緒に見よう、ソン・スンヨンお姉様最高。ツイートにはこう書かれており、彼女が歌っている映像を一月に一度は見るということから、ソン・スンヨンの歌声に相当惚れ込んでいることが伝わってきます。彼女の歌声は本当に素敵なので、テテがファンだと公言するのもうなずけます。ソン・スンヨンが
韓国の音楽番組不朽の名曲で BTS の DNA を披露したこともありました。番組のトーク中、女性 MC がスンヨンがショーに出ると聞いたとき、死ぬ前に一度見てみたいと V が言っていたと話し、ソン・スンヨンは大興奮。 BTS のコメントの VTR が流れると、 RM は彼女はすごい、テテは死ぬ前に一度見てみたいと話しており、彼女のパフォーマンスに期待している様子です。彼らの言葉にソン・スンヨンは喜びますが、 VTR には続きがあり、テテが先ほどのコメントの後にこうやって幼馴染が話していた、彼は彼女の大ファンですと話す場面が公開され、出演者たちの笑いを誘います。テテの言葉にがっかりしたソン・スンヨンですが、前述の通りテテも彼女のファンであることは間違いありません。男性 MC がもちろん V もあなたのファンです、 V と彼の友人どちらも大ファンです、それが彼の言葉の意味ですとフォローする場面も。その後、女性 MC に V の幼馴染に一言言ってみませんかと促され、こんにちは V の幼馴染、どうもありがとうとテテの幼馴染に向かってメッセージを送ります。あなたは V の幼馴染なので、 V と同じぐらい重要です。私のコンサートに招待します、コンサートに来てくださいとにこやかに締めくくりました。実際ソン・スンヨンは素晴らしい歌唱力の持ち主です。 DNA のかっこいいアレンジ、パワフルな歌声に圧倒されます。 BTS の DNA とはまた一味違った魅力があります。テテの好きな女性のタイプは、学生時代からとにかくモテていたテテ、告白されると断りきれずいつの間にか付き合っていた20人ぐらい彼女がいたなどという噂があるほど。そんなテテの好きな女性のタイプはどのような人なのでしょうか。テテは気分屋で好きな女性のタイプがコロコロ変わるそうですが、昔から変わらず言っているのが節約家ということ、これは譲れない条件のようですね。テテはお金を大切にする人が好みのようです。過去のインタビューや番組では好きな女性のタイプをこのように話していました。稼いできたお金を大事に使ってくれる、自分が無駄遣いしたら怒ってくれる、家族を大切にする、自分だけを愛してくれる、言葉遣いが綺麗、見た目はクールだけど中身は温かい、純粋な子、朝ココアを入れてくれる、朝から健康を気遣ってくれる、お母さんみたいに面倒を見てくれる、などなど、テテの理想のタイプは結構なこだわりがあります。どうやら金銭感覚がしっかりしていて、母性と包容力がある女性が好きなようです。理想のタイプを見るとテテは甘えん坊な感じがします。番組 MC が問いかけたマザコンという質問には違いますと否定したテテですが、お母さんが好きなので彼女にもお母さんのように僕の面倒を見てほしいですと答えていました。テテは過去のインタビューで結婚願望についても明かしており、40歳になるまでに歌や演技など全ての分野を経験し、その後は家庭を築き妻のために人生を送りたいと語っています。リアルな結婚願望があるからこそ、好きな女性のタイプも結婚を意識した条件で思い浮かべるのかもしれませんね。まとめ、今回は女性に関するテテのエピソードをお伝えしました。女性関係といっても心がざわざわするような内容ではないので、落ち着いて見ていただけたかと思います。テテがラン BTS 2020EP99 で作り話をまるで本当のことのように語ったシーンは、何度見ても笑ってしまうほど好きな場面です。もはやストーリーの続きが気になるので、いつかテテが続きを話してくれたらいいなと思います。